じゃあな、まだお。さて、俺もそろそろパチンコ戻るか。ダメですって。せっかくソラ君が呼びに来たんだから帰らないと。めんどくせえな。やったー。ん？なんだ？やったぞ、フィーバーだ。ついに俺の時代が来た。ヒーフーリー、すげえ、こんなに儲かったのか。ああ、俺はついに不幸のどん底から這い上がった。ソラ君、これも君のくしゃみのおかげだよ。君にくしゃみをかけられたおかげで俺はフィーバーを手にすることができたんだ。ありがとう。さて、俺はもう一勝負打ってくるぜ。じゃあな、少年。なんか言いたいことだけ言って去ってったな。そんな、ソラ君のくしゃみで幸せになれるなんて、ねえ。お前、実はそんな能力があったのか。だよな、やっぱな、もう怒んねえよな、普通。うわ、ソラ君、小銭が降ってきた。拾え拾え、よくわかんねえけど拾え。まさか、これもソラ君の不思議な力。いやいやいや、偶然だろう。くしゃみで幸せになれたら人生苦労しねえって。今度は僕にかかった。だから偶然だって言って。おい、お前、あれ見ろ、あの道路に落ちてるやつ。え、どこですか。わあ、あれはおつうちゃんの限定版ブロマイド。もらった。すげえぞ、新八。空にくしゃみをかけられたやつはみんな幸せになれるみてえだ。もしかしてすごい力の持ち主なんじゃないの、空くん。こりゃうまい使い方を考えねえとな。早速帰って作戦会議だ。行くぞ、空。大丈夫、悪いようにはしないから。さあ、行こう。話は分かってある。ソラチ、意外に使えるやつだったね。とりあえず一人1万で客を集めてくしゃみを引っ掛けるってのはどうだ。1万って高すぎませんか。明らかにぼったくりでしょ。何言ってんだ。1万で幸運がつかめるなら安いもんだなあ、ソーラー。大丈夫だ、お前の取り分のこともちゃんと考えてあっから。なんだ、今までのことじゃ足りないってのか。イケメンの押し売りが来たって言ってたじゃねえか。あれは十分幸運だろ。でもまあ、ソラ君の心配もわかりますよ。もう一度ぐらいテストしてみたらどうですか。テスト？かったりいいけど仕方ねえな。じゃ
ソラッチ、くしゃみしてみるある。いやいや待て待て、その前に誰が最初にかけてもらうか決めようじゃねえか。もちろん私に決まってるね。銀ちゃんと新八はもうかけてもらったはずある。いやいやいや、あれは別物だって。人間いつまでも過去に縛られてんのは良くないからな。そうですよね。今回ばかりは銀さんに賛成です。二人とも大人げないよ。ここはやっぱりいたいけな少女かぐらちゃんに譲るべきね。幸運を求める心に大人も子供もねえんだよ。むしろ大人だからこそ欲しいあんなものやこんなことがあんだよ。そうそう、かぐらちゃんにはまだまだこれからいくらでも時間があるからね。ずるい大人の言葉には騙されないよ。こうなったら早い者勝ちある。私スコンボを工場ごと欲しいね。僕おつーちゃんのヘアバンド。じゃ俺は可愛くパフェとか言っとくか。10年分な。欲深いところが全然可愛くない。くしゃみしてもらうのは僕だ。いや私ある。俺だ俺、俺俺。じゃあ私が一番最初ね。何言ってんだ。こういう時には日本の美しき伝統年功序列ってやつだよ。キリがないから一番最初に誰にかけるかソラ君に選んでもらいましょうよ。まあそうだな、くしゃみするのはソラだしな。ソラチに選んでもらうある。選んでくれたらソラチのこと見直すある。やっぱりソラチは私を選んでくれたあるね。おいおい、カグラを選ぶのは別にいいけど、レディってのは違くね。悔しかったら銀ちゃんもレディになればいいね。ん？なんだ？あれあれってのか？パーコ復活か？話がややこしくなるんでやめてください。遠慮なく私にくしゃみするね。一つ豪快なやつを頼むある。入れるよりも今はとにかくくしゃみだよ。頑張れソラ君。仕方ない、あの手を使うか。決まってんだろ、故障だよ。じっとしてろソラ。今頭から故障をぶっかけてやる。バサミで花をつまむのも効果的あるよ。そういえば太陽を見るとくしゃみ出るって言いますよね。鼻から牛乳出せばいいんじゃないのか。豆電球を通してイルミネーションにするある。鼻
頼もう。ん？なんだ？新選組の近藤だ。邪魔するぞ。同じく山崎です。なんだよ。海運くしゃみ道場、ズバッと言うわよ。だったらまだオープンしてねえぞ。いつの間にそんな名前。え？違う違う、そんなことで来たんじゃない。プレならあっちあるよ。あー、すまんな、最近トイレが近くてな。お宅のトイレってお尻洗えるタイプだと嬉しいんだけど。え、違うっしょ局長。あー、そうだっけ。あ、そういえばトイレにも行きたかったかなとか思って。後にしてくださいよ。ここに来た理由は例の証拠物件のことでしょ。ああ、そうそう、そうだったな。証拠物件？新しいラーメン屋か？いくらなんでも無理やりすぎですよ、それ。実はな、先ほどパチンコ屋の上にある上位老子のアジトに対し手入れを行ったのだ。その際、老子どもが暴れたせいで重要な証拠物件が窓から散らばってな。慌てて拾いに行ったらすでに消えていた。目撃者の話じゃ、どうやら旦那たちが拾ったらしいじゃないですか。心当たりありますよね。知らない知らない、小銭なんて拾ってない。お父ちゃんのブロマイドなんて持ってないです。かかったな。俺たちはさっき証拠物件としか言ってないのに、どうして小銭とブロマイドだと分かった。おい新橋、おめえのせいでバレたじゃねえか。どうしてくれんだよ。最初に小銭って言ったの銀さんじゃないですか。仕方ねえな、このまましらばっくれとくか。こいつらバカだからそのうち騙されて帰るよきっと。ちょっとちょっと、聞こえてますよ、バッチリそれ聞こえてますよ。そうだぞ、そういう話はせめてひそひそ声でやれよな。傷ついちゃうだろう。いや局長、そうじゃなくて。まあいいや、とにかく重要な証拠物件なんすよ。返してもらえますよ。しょうがないですね。わかりました。ということは、そらっちのくしゃみはただのくしゃみだったあるか。とんだ期待外れあるね。いやいや、空にはくしゃみ引っ掛けられるし、客は来ないし。何かいいことはないかね。こう宝くじがでっかく当たるとか。こんにちは。あれ、キャサリンは？ああ、今買い物に行ってもらってるんだよ。あ、そう。あ、これお土産。まあ、パチンコの景品のチョコレートだけど。おや、景気いいね。今日は珍しく買ったのかい？ああ、オタくんとこのソラくんのくしゃみのおかげでな。ソラのくしゃみ？そう、今日一日どん底だった俺にあいつがくしゃみをかけてくれてな。そしたら一気に勝ち出しちゃって、こんなに勝ったの久しぶりだぜ。2年分は超えるな。まさか
ない夢みたいな話あるもんかい。本当だって、さっき銀さんたちもソラ君連れて特訓するとか言ってたぜ。金儲けするんだと。ん、そういえばさっき、あ、どうかした？悪いけどちょっと出かけてくる。留守番頼んだよ。おい、ちょっとどこ行くんだ？ひとっ走り宝くじ買ってくる。今から行くところね。そらちも一緒に行くあるか？階段を30往復するね。お昼ご飯前のいい運動になるあるよ。これをやらないとご飯が5杯しか食べられないある。運動しとけば15杯は軽いね。あれ、ソラ君じゃねえか。お散歩かい？平和でいいね。おめえの頭の中ほどじゃねえよ、マダオ。マダオか。そう呼ばれるのも今日で最後だろうよ。なんて言ったって今からおじさんは仕事の面接に行くんだからね。いつものことね。どうせまた落ちるに決まってるある。それがそうでもないんだよ。今回はかなり頑張った。これまでになんと5回もの面接をクリアしてきたんだ。今日はいよいよ最終の社長面接でさ、なんでも社長が俺のことを気に入ってくれてるらしいんだよ。まだ会ったことはないんだけどさ。だから今回は絶対通る。これでブー太郎生活からはおさらばだ。まあどうせ騙されてるんだよ、おっさん。略してマダオ。